いやー、いい景色だなん？何で来たかって？チャリで来た。What's up, yo? It's your boy, Hikari. どうも、ヒカリです。実は私、去年の今ぐらいの時期からやってみたいなと思ったことがあるんですよ。ただ、ロックダウンだなんだとあって気づいたら1年経ってしまっておりました。でもそれも本日実現するということで非常にワクワクしております。で、そのやってみたいことっていうのがこちら、シェアバイクです。その名もバイクシェアトロント。なんのひねりもねえ。料金形態はシングルトリップが3ドル25セント、ワンデーアクセスが7ドル、スリーデーアクセスが15ドル、そして年パスが99ドルです。利用するにはあらかじめアプリをダウンロードして手続きを済ませておくか、バイクステーションにあるキオスクで手続きが可能です。それでは実際にキオスクで手続きをしていきたいと思います。バイヤーパス。バイクの台数は1台。チケットタイプはワンデー7ドル。同意して、ここから電話番号と郵便番号を入力します。では金額が7ドルということで、ではこれをファイナライズしてクレジットカードで支払いをします。支払いが完了しました。では最後にここで番号が表示されるので、この番号を覚えておきます。32231、32231。一応プリントしておきましょう。はい、これで手続き完了です。では今ゲットしたコードをここに入力していきます。クリーンになりました。では自転車を外していきます。おいしょ。自転車は右ハンドルにギア、左ハンドルにベルがあります。音鈍くね、これ。それでは行ってみよう。快適快適。基本的に自転車は車道を走らないといけないんですけど、最近は自転車レーンが普及してきています。おかげで車の近くを走らなくて済むので安心して自転車に乗ることができます。ただし、オンタリオ州では18歳以下の人はヘルメットの着用が義務付けられています。さて、このバイクシェア一つだけ難点があって、1回の乗車は30分までなんですよ。それを超えちゃうと30分ごとに4ドルの追加料金がかかってしまいます。なので30分以上乗りたい場合は途中でバイクを乗り換える必要があります。とはいえ、バイクステーションはトロントの街中に625箇所もあるので、乗り換えに手間取ることはないかなと思います。乗り換えの際は最初に使ったクレジットカードを使って再度新しいコードを発行してもらいます。さあ、だんだんダウンタウンが近づいてまいりました。おっと、いかんいかん。久々の自転車に浮かれていて、そもそもなんで自転車を借りたいと思ったかっていう本題の話をするのを忘れておりました。これも前々からやりたいと思ってたアイデアなんですけど、自転車に乗って街中を巡りつつ、皆さんにトロントの映えスポットスラッシュ観光スポットをご紹介したいなと思ってるんですよ。今カナダにいる人はもちろん、今後トロントに遊びに来てみたいなと思ってる人や、
日本にいるけどトロントの雰囲気を感じてみたいなって人の参考になればと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。最初の映えスポット、ロイヤルオンタリオミュージアム、通称ロムにやってまいりました。なんでもこのミュージアムは北米で5番目に大きいミュージアムだそうです。水晶をモチーフにした奇抜なデザインな建物ですね。さて続いて、私は今ダウンタウンのど真ん中にあるクイーンズパークという公園にやってきました。ダウンタウンの中にあるとは思えないぐらい結構静かな公園です。クイーンズパークの南にはオンタリオ州議会の議事堂があります。あれ、中庭工事しちゃってんな。本来ここいら一帯は芝生になってて写真スポットなんですけど、どうやら工事しちゃってるみたいですね。残念。僕は今トロント大学、通称 U of T に来ております。この U of T はカナダを代表する名門大学です。去年2020年のタイムズハイヤーエデュケーションというランキングでは堂々の世界18位にランクインしていました。ちなみに東京大学が36位なので、随分とかしこちゃんたちが通う大学なんだなってことが分かりますね。今日はまずこのブロアストリートをだーっと来て、ロイヤルオンタリオミュージアムに寄ってかな、このクイーンズパークを見て州議事堂に寄ってから、今このトロント大学のキャンパスに来ています。それでは引き続き次の場所に向かいたいと思います。さあ続いてケンジントンマーケットというエリアにやってきました。この辺りは多民族レストランやこじゃれたカフェの他に古着屋さんや雑貨屋さんなどが点在するアーティスティックなエリアです。なんかね、下北っぽい雰囲気があるアーティスティックなエリアですね。ケンジントンマーケットのすぐ隣はチャイナタウンなんですけど、ちょっと小腹も空いてきたんでよく行くお店に行きたいと思います。それがこちら。おいしょっと、ジューシーダンプリン、タダーン、いただきました。美味しかったです。このチャイナタウンはもともとカリフォルニアに住んでいた中国系アメリカ人がこの地に移り住んだのが始まりと言われています。さあ続きまして、チャイナタウンがあるスパダイナアビニューを少し下って脇道にそれたところにあるとあるスポットをご紹介しましょう。それがこちら、グラフィティアレーです。この辺は落書きストリートですね。なんでもなんかいろんなところに落書きされちゃ困るっていうことで、政府がわざわざこの辺は合法的にグラフィティを書いても OK だよっていうことにしたらしいです。ここはですね、プエンテデラスと言われる橋なんですけども、通称イエローブリッジと呼ばれていて、よくインスタなんかで見るフォトスポットです。さあ続いてカヌーランディングパークにやってまいりました。ってやべえ、電池切れそう。
たあれが短足じゃ。